僕です。2019年1月1日、明けましておめでとうございます。今年もタヌグッチャンネルよろしくお願いします。ということで第1弾は、スイフトスポーツのことなんですけど、スイフトスポーツね、実は僕ホイール変えちゃいました。レイズの、グラムライズシリーズの 57FXW ってやつなんですね。それに変えたんですけど、まあデザインはねめちゃめちゃこのスイフトスポーツに合う感じなんですけど、ただこれ変えちゃったらね、やっぱね車高も下げたくなっちゃいます。まあゆくゆくね、車高調とかつけてね、車高もね落としていこうかとは考えてるんですけど、その前にちょっとすごく残念な、このホイールをね変えてしまったら残念なことになっちゃって、っていうのがですね、タイヤをホイールに合わせて215-4517の、タイヤに、スポーツタイヤにね、交換したんですけど、そっからね、なんかちょっとアクセルのフィーリングが悪くなったというかね、なんだろこれっていうぐらい、ぶっちゃけて言うと加速が悪くなりました。まあおそらく、純正タイヤのサイズが195なんですけど、そこから215に変えたことによって、まあ、転がる抵抗が増えたんだとね思うんですけど、なんと燃費は今のところ200キロぐらい走ったんですけど、この、ね、燃費計の表示ね 12.8 とか9とか、今までだったら 16.1 とか2とか、それぐらいの数値で通勤できてたんですけど、 12.9 とかだとめちゃくちゃ落ちたなっていう印象があるんです。別にそんな燃費ってまあそれほど気にしてはいないんですけど、今まで16だったものが 12.9 っていう表示されると、さすがにねこれはちょっと、まあそれよりもね、あの加速が悪いんだよね。まあ全開にしちゃえば一緒なんだけど、全開じゃないところの加速がちょっと鈍った感じがするので、それをまあなんとか改善したいなと思うんだけどね、やっぱりこれはタイヤサイズを195に戻そうかなと。ピンポンパンポーン、マーベラス。実燃費っていうのはガソリンスタンドに行って満タンにして、そこで計算したもの、それをちょっと判断材料にしたいので、そこでもやっぱり随分落ちてるようだったら、もうこれ195に戻そうかなと。まあ通勤で使う分には全然195で十分なので、215のねこの、グリップを活かせたシチュエーションというのはなかなかないもんですから、だからねちょっとそれをね戻そうかどうか、今からちょっとガソリンスタンドに行って実燃費測って考えます。それでは行ってみましょうかね。よいしょ、じゃあ行ってきます。いやーにしてもね、ホイールはねかっこいいんだけどね、 57FXW ってね、結構3年ぐらい前からあるデザインかな、レイズの。これはね結構前から気に入ってて、スイフトスポーツ買ったらもうこれしかないでしょって思ってたホイールなんですけど、でもねこのホイール、レイズの 57FXW って、メーカーの人が言ってたんで合ってると思いますけど、あのスペルとしては57FXX って書くんだよね、それで 57FXW という読み方をするらしいんですけどね、まあかっこいいですよ、センターキャップが赤で、黒いホイールで、あのマシニングも入ってて、ね、デザイン的にはすげえですね。最近この
ホイールのデザインっていうの、ラウンド形状がね、まあまあ流行ってるんだけど、この57FXW に関してはラウンド形状じゃなくてもかっこいいんだよね、結構。うん、そういう風にできてるのかな。まっすぐなスポークがかっこいい、うん、で、色はもう絶対黒だね、これは、うん、黒が間違いなくかっこいいと思います。まあさっきも言ったんだけどね、タイヤとフェンダーと隙間がね、指がね、こう4本クスッ4本クスッ刺さるぐらいね、広いのでね、そこはちょっと車高調でなんとか下げてかっこよくしたいなってところだけど、まあ車高調選びもね、まあいろんなメーカーからこのスイフトスポーツね出てるんですけど、今回はね、あんまりガタガタするやつは嫌だかな、やっぱ通勤がメインの車なので、通勤がメインの車でこんなガタガタしちゃうと気になっちゃうし、まあ中にはね、そのピョンピョンする乗り心地が好きっていう人もいるんですけど、まあ、僕はあんま好きじゃないので、ノーマルの感じのままこうし、なんていうんですか、ロールが分かるような、そんな足回りが好きですね。ロールが分かんないような足回りだとちょっとね、ハンドル操作がシビアになっちゃうので、まあ、そういう車高調にしようかなと、でね、その辺も含めて、もうすぐオートサロンが、東京オートサロンがありますね、1月に入ると。そこでいろんなメーカーの人にね話を聞きながら決めたいかなって考えてます。まあでもね、その前に、215-4517というタイヤ、これはね、街乗りでは全くいらないスペック、だと思います。195ノーマルのサイズね、純正サイズの195の195-4017だったかな、これの方がいいのかなと思う、なんせね、これは変えた人には分かると思うんだけどね、出だしのこのピックアップの良さっていうのがね、だいぶなくなっちゃったので、さあガソリンスタンドに来ましたよ、給油しますけども、これね、どれぐらい実燃費が出てるのか計測します。はい、ってことで入れてまいりました。 16.78リットル、16.78リットル入りました。走行から210キロ、 A ってとこですね、 210.3キロで、12.8 の平均燃費が出てますけど、 210.3÷16.78は12.53、 やべえ燃費悪いだって今まで 16.12 とか1とか2とか出てたんだよ、タイヤ変えただけだよ、まあホイールもだけど、今まで 16.1 とか2とか出てた中でタイヤホイールを変えて燃費が12.5 に落ちました。ヒヤリハット地点からご注意、本当にヒヤリハットだわということで、215-4517のタイヤはもう今から戻って純正タイヤにはめ替えます。加速
も悪くなるし、あんまりそのメリットと比率が合わないね。ダイヤ変えるメリットって言ったら、まあ割安くなるとか、まあいろいろあるんだけど、それと、燃費加速っていうのを天秤にかけた時にちょっと比率が合わないので、もう今すぐ戻ってお正月からタイヤ交換ですということで、新年一発目のタルブツチャンネルはタイヤを変えることから始まりました。それでは皆さん、良いお年を。